フォーカス。株式会社ナポレックス、フィズテレフォンホルダー 3D の紹介です。 3D アクションにより水平面、垂直面とどんなところに設置しても携帯電話をもっと見やすい向きにセット可能。ここの部分わかります？これゴムのヒゲ状になってるんで、ここでしっかりホールドしてくれるんですよ。はい、実際これ取り付けてみたいと思います。これ裏面のこちら剥がしてですね、貼り付ける前によく拭いてください。こちらをここに貼りますね。はい、ここネジでですね固定することができます。はい、 iPhone をここに取り付けてみたいと思います。携帯電話をしっかりホールドしてくれます。それともう一つ、これ横向きに回転することができるのでやってみますね。はい、カチャ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 、はい、こういうふうに横向きにすることができるんです。横向きの画面表示に切り替えて見るなんてこともありますよね。あとは PSP なんかも横向きで設置することができます。はい、株式会社ナポレックス、フィズテレフォンホルダー 3D の紹介でした。